ワルナスビの果実、ワルナスビはナス科の多年草。日本も含め世界的に気化している外来種である。アメリカ合衆国南東部の原産。ヨーロッパ、アジア、オセアニアに移入分布する。茎や葉に鋭い棘が多い。種子が家畜の糞などに混じって広がり、垂直及び水平に広がる地下茎を張ってよく繁茂する。幸運期などで透き込むと切れた。 地下系の一つ一つから芽が出てかえって増殖してしまう。除草剤も効きにくいため、一度生えると完全に駆除するのは難しい。花は白、または単生色でどうかのナスやジャガイモに似ており、春から秋まで咲き続ける。果実は休憩で黄色く熟しプチトマトに似るが、前奏が空にを含み有毒であるため食用にはできず、家畜が食べると場合によっては、 中毒死することがある。また、見た目には、美味しそうに見える果実でもあるため、子供などが、プチトマトなどと勘違いして、口にしてしまう危険性も高い。和名は、これらのたちが悪い生態によりつけられた。英語でも、アップル・オブ・ソドム、デビルズ・トマトなどの悪名で呼ばれている。雑草ではあるが、花言葉もつけられており、いたずらが花言葉であるが、現実の害や、 性質の悪さからすればいたずらどころでは済まない現状があり、この花言葉はむしろ手加減されているとさえ言える。日本では1906年に千葉県成田市の五陵牧場で牧野富太郎により発見及び命名され、以降は北海道から沖縄まで全国に広がっている。1980年代頃から有害雑草として認識されるようになった。 鋭い刺しや毒を有するため、家畜に被害を与え、作物の品質を低下させる。特にナスカであるため畑に入ると、ナス、トマト、ジャガイモなどのナスカの作物に2年の連作障害を与える。また、直接畑などに生えなくとも、付近の空き地などに生えただけで、ナスやジャガイモなどの作物の害虫である、二重や星天等の温床ともなり、 付近のナスカ作物に飛び火するため農業関係者からすると非常に厄介な雑草である。同様の被害は同じ、ナスカの雑草である犬ウズキなどでも起こる学女の困難さがあるので本種の方がはるかに厄介である。外来生物法により要注意外来生物に指定されている。完全に根だやしにするには十分な量の大量の熱湯巻根も含め完全に 熱死させる途中に根を残さないようにすべて掘り起こし処分するなどの方法がある。これ以外の方法で完全に駆除するのは難しい。しかし、一の方法は付近に作物や園芸植物などがある場合、そちらにも害が及んでしまうためそうした環境では使えない。さらに空き地などに生えている個体を駆逐する場合であっても、土地面積と土中体積に見合った。 大量の熱湯を用意する必要がある。駆逐しきれない半端な量の熱湯をまいた場合、一時しのぎには、なるが、結果とろうに終わる結末が待っている。2の方法も1年目の株なら、比較的や安いが、数年経過している株ではかなり困難となる。このため日々の管理、観察を徹底し、1万1庭や畑に生えてきたら、可能な限り早期に2の方法を取り駆除するのが、望ましい。 上記、特徴の項でも記されている通り、突き込んで駆逐しようとは断じて考えてはならない。このような行為は、ワルナスビの駆除においては、最もやってはならない行為で、実行した場合は、個体数を数倍にも数十倍にも増殖させる、結果となってしまう。A.B. 岩月秀明、町でよく見かける雑草や野草が、よくわかる本集和システム、2006年11月5日。 ISBN4 から798014850。ピアニッシモ、278から279。AB 宮崎カツ多年草雑草、バルナスビの根計による栄養繁殖、根の研究第14巻第3号、2005年、99から104ページ、2011年9月6日、閲覧。滝安彦財団法人自然環境研究センター。 決定版日本の外来生物平凡者2008年4月21日 ISBN 978から4から582542417ピアニッシも326から327ありがとうございます